キクとは、ボーイスカウト、日本連盟における、進歩、新旧機賞の一つ。なお、正式名称は、キクスカウト賞である。各県連盟に申請が受理された後に授与される、キクスカウト賞。ボーイスカウトの活動は、反省教育、進歩制度、野外活動の三つが大きな教育の基本方針になっているが、その進歩制度で青少年が必ず身につけるべき。 共通のものが、新旧賞あるいは、スカウト賞と呼ばれている、バッジシステムである。として、ボーイスカウト年代には、ターゲットバッジと、技能賞がある。現在の進歩制度では、ボーイスカウトの最高位に、位置するのが、キク賞であり、キク賞を取得したスカウトは、キクスカウトと称され、制服の左胸ポケットに、キクスカウト賞を着用することが許される。の最高位は、 富士スカウト賞。ボーイスカウトの中ではエリートとされ、取得が困難であるため、県によっては、菊賞取得者は、毎年3から5%の場合もある。菊スカウトは、体内では、上級班長や班長として、班員を指揮監督し、隊や団の行事の企画にも、積極的に参画する。この賞は、自体の隊長が認定し、団員委員長を通じて、 地区組織へ申請し、面接を経た後、県連名より記帳が送られる。一級スカウトが、キクスカウトになるには、次の項目を終了しなければならない。基本、近いと、起きての実践に努力して、他のスカウトの模範となる。班長や次長、または、ジュニアリーダーとして、大運営に6ヶ月以上携わる。ベーデン・パウエルのラストメッセージを読み、 体調とその内容について話をする。外国スカウトの起手を調べる。できれば外国スカウトや指導者に直接教えてもらう。健康と発達5分間泳ぐか1000メートルを走り、自己記録を更新できるように努力する。1AED どのような時に説明できるかを使用の手順にタバコ、アルコール、薬物が人体へ及ぼす害について知る。スカウト技能技能証から。 野営賞、野外水事賞、リーダーシップ賞を取得する。班長や次長として、班キャンプ、またはジュニアリーダーとして、タイキャンプの計画を行い一泊以上の固定キャンプを実施し隊長に報告書を提出する。法師団や地域で取り組んでいる法師活動に4日参加する。振興奨励振興奨励賞を取得する。班長、会一級スカウトとして、 最低4ヶ月、体及び反活動に進んで参加したことを反長会議で認めてもらう。ありがとうございます。